はい、どうもこんにちは。今日はね、こちらの小松のユンボのね、停止スイッチが効かない原因を探って修理していこうと思います。基本ね、キーがオフでもエンジンがね回り続けるって感じで、案外危ないんですよね。それってやばい、緊急時にエンジン切るって言ってもね、そういうボタンもないし、トランクのレバーを引かないとエンジンが止まらない状況になってしまうので、とても危険だということで直していこうと思います。それではやっていきましょう。今ね、バッテリーをとりあえず交換しようと思います。よし、じゃあ次にね、直すべきポイントはこちらのね、エンジンストップソレノイドと呼ばれるエンジンを止めるバルブになります。これがね、動いていないので、エンジンはね、手動でこのレバーをこうやって引いて止めるしかなくて、これをね、ちょっと直していこうと思います。ただこの部品が出るのかっていうのも分かんないんで、一旦ねバラして直せるようだったら直していこうと思います。おそらくこのリレーがダメだということは分かったんですけど、この部品番号とか入れてもね、実際出てこないので、リレーを新たに新設してねやる方がいいかなと思ったんですけど、どうやらこれがもう壊れてしばらく経つみたいで、このリレーからのストップソレノイドまでの配線がもう変えられてしまっているので、新たに配線も引いてちゃんと止まるようにしていこうと思います。一応見た感じ、モーターは普通に回っている感じなんですよね。そのまま使ってやっていければいいかなと思います。この回路を作ってみました。リレーを2つ使う回路で、イグニッションオンの時、エンジンかかっている時はこんな感じでリレーに引かれている状況で、オフになるとこのモーターに電気を逆に流して、これを止まるようにしていくといった回路となります。リレーもね、Amazon で購入したので、5極のリレー、これを2つ使って回路を作っていこうと思います。なんとかリレーと配線をつなげました。じゃあつけていきましょう。まずは今は止まってる状態なので、動く状態にしようと思います。この2つをプラスにつけると、これが動けば正常ですね。はい、動きました。オフの状態はバッテリー直と、マイナス。はい、ちゃんとね動いています。じゃあ実際にこれをね取り付けて、ちゃんと動くかやっていこうと思います。このスプリングを入れて、はい、止めました。であとはこちらも、よし、つなぎました。じゃあエンジンをかけてやっていこうと思います。無事に停止することができました。じゃあ、あとはこのね、配線を他の場所に移設して保存できればいいかなと思うので、やっていこうと思います。ボイル交換の方をしていこうと思います。エレメントもね、一緒に交換しようと思っているので、ちょっとやっていこうと思います。オイル缶はここか。わー、やば、クレーンボルトがね、舐めてて入らないですね。続きましてエレメント、これもまたナイスね。じゃあ新しいエレメントをつけます。エンジンオイルを塗って、ちょっとねサイズが大きいみたいなんですけど、問題なくつきそうなんで、よっしゃ、 OK、今ねドレーンボルトをちょっと削って噛むようにしました。どうだろう、ちゃんとトルクが入って締められるか若干不安なんですけど、締めていこうと思います。よし、外れてくれ、よっしゃ。じゃあエンジンオイル入れていきましょう。ちなみにオイルはこれカインズ製のね、エコノミーオイル、ガソリンにもディーゼルにも使えるエコノミーオイルです。このね、ベルトとフュエルエレメントをね用意したので、交換していこうと思います。じゃあまずはベルトか。ちょっと長いメガネ持ってきました。
持つべきものは工具ですね。ベルトを抜きます。はい、うーわー、取れました。めちゃくちゃボロボロ、もういかにも切れる前兆なんじゃないかなと。うわ、ここのひびもすごいですね。いやー、交換して正解。じゃあ新しいねベルトをね組み付けていこうと思います。カフェパンツ、ベルトが新品になりやした。まあ一旦ちょっとエンジンかけてね、もう一回針の調整をしましょう。次はこちら、燃料フィルターですね。燃料エレメント、これもやばそうなので交換しようと思います。燃料の方はね、一旦このレバーを、レバー硬っ硬っ、これレバー上に向けます。いやー、微妙にオイルエレメントに当たってんな。まあ大丈夫でしょう。これでね、一旦このエレメントを外していきます。エレメントも中にはね、ちょっとやっぱ不純物みたいなのがいっぱい詰まってますね。サビかな、これなんだろうな。新品の QL エレメント、これをつけていきましょう。おお、ピンク、だいぶあっちは赤くなっちゃってるんでね、もともとピンクだったのかもしれませんね。よし、ちょっとはめて、でこちらには新しいオーリングをセットして、ベルトは締め込んでいきます。はい、よし、 OK です。エアキーの方法なんですけど、キーをオンにしてこれを押して、そうすると燃料が出てくるので、おのずと上まで来てエアが抜けるといった感じですかね。はい、上でね燃料出たのでエア抜き完了。これでベルトと、オイルと燃料、これの交換が終了しました。あとね、作動油のエレメントとかもあるんですけど、とりあえずそれはね、シリンダーの方がオイルがねめちゃめちゃ漏れてるんでね、作動油はまたのタイミングにしようと思います。じゃあエンジンかけていきましょう。なんか前よりね、ちょっと振動が少なくなったような気もしますね。じゃあ少し動かしていこうと思います。こんな感じでね、とりあえず動くようになりました。しかしまだオイル漏れやばいっすねめちゃくちゃオイル漏れてる。このオイル漏れも直さないといけないし、この辺もね、一応パッキンを注文してあるので、届いたらこの辺の修理もして、庭のね、整地をしていこうと思います。今ね使った感じなんですけどね、まあ、このクラスの岩もこうやって動かせたので、やっぱ WB-04 に比べるとね、エンジンがねジーゼルっていうのもあって、馬力ももちろん違うので、だいぶ使いやすいんじゃないかなと思いました。この庭もね、一旦ね綺麗にあの抜群とかもしていこうと思っているので、ちょっとこの岩をね端に寄せる作業があるのでね、この PC-07 こちらを使ってどんどん作業していこうと思います。ただね、まだね実際に使える状況ではないので、このオイル漏れとかいろんな部分を直してやっていこうと思います。